リュウジの動画 FT の家山形プレゼンツ、 FT の家と一般住宅どっちが温度が変わるのか検証してみた。はいどうも、出雲もっけだのアフロリュウジです。はいどうも、出雲もっけだのアフロリュウジです。はい、ということでですね、ここ私ですね、山形市に来てます。どうしてですね、私ここにいるかというとですね、私なんとですね、 FT の家、あ、待って、それ俺言わせ。うん、ということでですね、私アフロリュウジがですね、 FP の家山形というですね、まあ、キャンペーンに参加させていただいておりまして、全6回ですね、 FP の家ってそもそもなんなんやっていうところから、実際に現場まで行ったり、建てた人たちにですねお会いしてみたりということでですね、動画が上がっております。クオカードが当たるキャンペーンなんかもですねありますんで、ぜひ皆さん見ていただければなと思うんですけれども、これから住宅をですね建てたい方はですね、まあ、どういうところがあるのかなんてこともですね見ていただければなと思います。というわけでこちらの企画に参加させていただいてるんですが、 FP の家って高気密高断熱を売りにしてまして、家の気温が変わりにくいという特性を持っているということでございました。なんですけど、話を聞いた限りだと分かんないんで、実際 FP の家ってあったかいのっていうことを今回検証していこうということで、 FP の家と私アフロリュウジの一般住宅、暖房を切って12時間後どのくらい温度が違うのかっていうことを検証していこうと思います。検証方法は、高さ20センチの台に同じ温度計と時計を置いて測ります。計測開始は夜8時から。こちらも部屋の温度は約23度からスタートさせます。ちなみに今回宿泊をしました FP の家なんですが、山形市にある株式会社大英建設様の宿泊体験ができるモデルハウスがあるということで、こちらお借りさせていただきました。ありがとうございます。果たして結果はいかにということで、計測開始していこうと思います。はい、ということでですね、8時になりました。ここから12時間ね測っていこうと思います。現在ですね、室温こんな感じです。 23.2 度で、湿度がですね34度になってます。 4% かになってますね。で、ここから12時間、どのぐらい変わるのかっていうのをですね、やっていこうかなと思います。それではこちらもスタートです。はい、こちらもね8時になりました。8時です。温度がですねこんな感じ、 23.2 度で、湿度が 46% ですね。こっちも開始していこうと思います。それでは見ていこう。今現在の温度が21.3 度ですね。で、湿度が 38% になってます。すごいね、1時間切ってもまだ、この温度保ってるということです。これがどのぐらいまでいくんだろうね。はい、ということでですね、計測開始から1時間ぐらい経ちました。9時になりました。 12.9 度、何10度ぐらい1時間で下がっちゃいました。はい、それではね、こちらも計測引き続き頑張っていきたいと思います。12時ぐらいになりまして、ですね、4時間ぐらい経っても全然寒くないね。はい、今12時過ぎで10分ぐらいかな。で、ほんとすごい、歯磨いて寝る準備したらもうそろそろ寝ようかなと思います。はい、ということでですね、12時過ぎになりました。そろそろ寝ようかなと思うんですけど、またね下がって、現在はですね、7.5 度になりました。今7時11分ですね。15.1 度ですね。すごい。で、湿度 39% です。おお。こっちはですね全然寒くないですね。肌寒さとか、こう冬場布団から出るの本当に億劫なんだけど、いつも起きたくないって思うんだけど、これは全然問題なく起きれますわ。あと40分45分ぐらいで、
12時間経ちますけど、まあ、そこで最終結果を出して、どのぐらい温度変化があるのか、そして朝切っても全然大丈夫なのかどうかっていうのをですね、検証していきたいと思います。おはようございます。僕もね、起きました。現在ですね、はい、7時15分ですね。はい、朝は冷えます。これね、 5.1 度で、湿度が 77% ですね。ちょっと8時のね、最終結果になるまでちょっと待ちたいと思います。はい、ということで8時になりました。8時です。ちょうど8時になったので、最終結果報告していきたいと思います。はい、ということでですね、現在の8時での温度が 14.9 度、約15度ですね。で、湿度が 38% という結果になりました。温度から始めまして、最後、こんな感じ見えるかな。 5.0 度です。5度になりました。はい、最初からですね、比べるとこんな感じになります。お互いに見ていきましょう。ドン！というわけで、それぞれの温度変化見ていきましょう。20時 23.2 度計測しまして、そこから12時間後ですね、 14.9 度、マイナス 8.3 度という結果になりました。続いて一般住宅、僕ん家の場合なんですが、20時同じ温度から始めまして、なんと12時間後朝8時にはですね、 5.0 度、なんとマイナス 18.2 度まで下がるというようなところまでやってきましたという感じですね。結構差が開きましたね、これ。はい、いやーさ、全然温度が変わんない。まあでもですね、まあ注意点としてはですね、結構状況とかが、外気のね、状況とか日が差すとかね、いろんな、要因がですね、絡んでくるかなと思うんですけど、まあ冬のこの時期、大体ですね、まあ温度がまあ0度に近しい状態にですね、なるということで、検証させていただいたというところなんですが、結果こんな感じになりました。素晴らしいですね。というわけでですね、今回の動画は以上となります。FP の家山形プレゼンツということで、ぜひですね、皆さん見ていただければと思いますし、キャンペーンもやってるみたいなので、こちらも応募していただければと思います。では一緒に行こう、やろうか。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。今日の動画はどうだけ、面白いっけが。今日も見れくいでありがとうの。チャンネル登録もよろしく。せばまだ見ての。